重ねてとは2008年4月1日のエイプリルフールに再して2チャンネルから発祥したバーチャルアイドルのキャラクターであり及びそれをモデルとして作成されフリーウェアの歌唱用音声合成ソフトウェアを歌う用のライブラリーとして配布されている歌声データの名称である重ねてとはもともと2チャンネルにある電子掲示板ニュース速報版利用者らによって2008年の エイプリルフールのジョークとして創出されたキャラクターである。このジョークは、音声合成ソフトウェアである、ボーカロイド製品のブームから着想を得たパロディであり、ジョークの発案者からは、某、コロイドと命名されている。キャラクターデザインの原案は、1000、ライブラリーは、小山の舞オの声をもとに作られている。当時のニコニコ動画には、ボーカロイドを使用した商品、 キャラクターボーカルシリーズの初音ミクやその他のボーカロイド製品を使用した動画が多くアップロードされ人気を博していたが当時 CV シリーズとして発表されていた製品は第2弾の鏡音、リン、レンまでで第3弾となるソフトウェアの詳細はまだ明らかにされていなかったそこで2008年のエイプリルフールを間近に控えた3月30日未明に VIP イータ利用者の間で架空のボーカロイドを考案してニコニコ動画のユーザーを騙そうという企画が持ち上がった。この時点でエイプリルフールまでは2日間しか時間がなかったがお祭り騒ぎが好きなことで知られる VIP イータの利用者の間で次々と賛同者が集まり偽キャラクター1音テとのプロフィールが作成されイラストや偽のデモソングを使用した投稿動画 偽の紹介用ウェブサイトが秘密裏に用意された。用意された偽のデモソングは当時中学生であった小山の舞与が声を担当しており、また偽の紹介用ウェブサイトのデザインは CV シリーズの発売元であるクリプトンフューチャーメディアの公式ウェブサイトを模したもので URL がクリプトンではなく CR、ビプトンになっている。 2008年4月1日のエープリルフール当日、用意された動画がニコニコ動画上で公開され、翌日には引っかかったユーザーを嘲笑するページが公開され、数日後には一連の流れをまとめたネタバラシ動画がニコニコ動画に投稿された。たまたま時を同じくしてフリーウェアの歌声合成ソフト歌うの配布が開始されていた。 2008年3月に配布が開始された歌うは音声を切り張りして歌唱させる音声合成ソフトウェアであり、音声データを収録すればどのような声でも歌わせることができる。VIP イタリア用者の中からこの音声ライブラリーの一つとして重ねてとのキャラクターを使おうという動きが起こり、エイプリルフール後にもキャラクターを再利用する計画が進められた。 サンプルの音声を当てた小山のマイオの音声データを元に歌う用うの音声ライブラリーが作成され公開された。このような経緯から、重ねてとは当初ジョークから生み出されたボーカロイドのパロディキャラクターであったにもかかわらず、本当に歌唱させることが可能な音声データになった。また、重ねてとに歌うが使用されたことは、歌うが注目を集めて知名度を高めるきっかけにもつながったとされる。 重ねテトの公式サイトの一つとして位置づけられるウィキサイト10テト計画まとめウィキや2008年のエイプリルフールの際に用意された偽の紹介用ウェブサイトとその経緯をまとめた資料には以下のようなプロフィールが掲載されている VIP イタにおいて重ねテトの企画立案が行われた発祥スレッドはいわゆるアンカースレとして建てられておりこれらのプロフィールもアンカーを使って 無作為に選ばれた内容を踏まえて作成されている。センが描いたキャラクターイラストは、こうしたスレッドの意見を取りまとめる形でデザインされた。重ねテトは、初音ミクの派生キャラクターとして、ボーカロイドファンの間で、じわじわと人気を集めていき、2008年8月27日に、テト誕生の経緯を歌詞にした楽曲、嘘の歌姫が公開されると、 2009年4月時点までに26万回再生を記録するなど人気を呼んだ。また、2008年6月10日に原曲が、重ねてとの楽曲としてネット上で発表された、耳のあるロボットの歌は、重ねてとのなこそ用いられていないもののジョイサウンドで、カラオケ配信が行われたほか、2009年11月6日に、声優の池澤春菜がリリースしたアルバム CD、 キャトルク・クワルツには同曲のカバーが収録されている。2009年11月18日にラマーズ・ピーがリリースしたアルバムエグジット・チューンズ・プレゼンツザ・コンプリートベスト・オブ・ラマーズ・ピー・フィーチャリング初音ミクでは重ねてとコーラスに起用したトリプルバカが収録され、ブックレットにはキャラクターイラストも描かれている。なお、キャラクターとしてではないが、 初音ミクを題材にした漫画作品メーカー非公式初音ミックスにて酒好きな登場人物お姉さんが作中でよく飲んでいる銘柄の一つとしてラベルにテトの顔が描かれた大銀上獣音手となる日本酒が繰り返し登場する。重ねテトは初音ミクと同様に歌唱が可能な初音ミクファンの創作から生まれたキャラクターの一種として偶されるようになり飽きたネルや 弱音、白などのボーカロイド派生キャラクターと共に紹介される場合もある。初音ミクを特集したユリーカ2008年12月臨時増刊号の記事で他の派生キャラクターと共に重ねてとを取り上げた有村優は重ねてと単独もしくは他のボーカロイドと組み合わせた動画が2008年11月時点で数百件も投稿されていることやピキシーフや ピアプロでもテトを題材にした二次創作が投稿されていることなど、重ねテトが釣りとして生み出された経緯を持つキャラクターであったにも、かかわらず広く受け入れられている状況を紹介している。また同書で同様に派生キャラクターの話題を取り上げた UGK は、重ねテトについてコーラスに定評があり、歌うを代表するキャラクターであると紹介している。その後も人気は継続し、 2010年7月にマイコミジャーナルに掲載されたコラムではニコニコ動画になくてはならない存在にまで成長を遂げたとも紹介されている週刊誌 SPA2011 年7月19日号に掲載された記事では多数のボーカロイドキャラクターと共に企業の仕掛けではない究極のボトムアップ型アイドルとして引き合いに出され その魅力を多くの偶然と協力があって生きているというドラマが人を引きつけるのではという趣旨で説明したキャラクターデザインの1000のコメントが紹介された。このように重ねてとはボーカロイドに関連するキャラクターとして知名度があるがボーカロイドとは異なる技術を用い音源データとして独立しており、またキャラクターの商用利用においても飽きネルや弱音、ハクなどと 扱いは異なる。重ねてとの誕生から2周年となる2010年4月1日より、クリプトンの運営するコンテンツ投稿サイトピアプロでは、重ねてとのキャラクターイラストを投稿することが可能となり、キャラクターの商用利用の窓口もクリプトンが担当することとなったが、権利的には、クリプトン性能ボーカロイドとは、独立したオリジナルキャラクターという位置づけとなっている。以下には、 重ねテトの仕様が明言されている商業作品を挙げる。CD カレントによる配信以下は、クリプトンフューチャーメディアのレーベル、カレントにより、iTunes ストア、Amazon プサン、モーラなどで販売されている、重ねテトを用いた楽曲が収録されているアルバム。ありがとうございます。